んにちは。大宮アルディージャベントスの鮫島彩と有吉沙織です。今回のオフトークは私たち2人が大宮の素敵な飲食店をご紹介します。では早速行ってみましょう。はーい、大宮アルディージャベントスの隠れ家オフトーク。この企画では大宮アルディージャベントスの選手たちが大宮のたくさんの飲食店の中からえりすぐりのお店をご紹介します。隠れ家で私服だからこそ話せる話題や普段は見られないオフの表情が見れちゃうかもしれません。今回は大宮駅西口より徒歩3分のところにある永楽さんにやってきました。揚げたての自慢の天ぷらは衣は薄くてサクサク、エビはプリプリです。それでは早速いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。どっちから行こうかな。どっちっていう、どっちだと思う。これとこれと思うじゃん。マグロとこれ。じゃあわさびもらうね。わさび絶対全部、全部はダメ。ちょい残しするね、ここに。そんな、どれすぎでしょうね。ずるい。ちょい残ししたじゃん。味につけといたから。うん。うん。美味しい。美味しいです。美味しいです。あ、アジ、マグロ、美味しいです。美味しいです。ねえ、キングこっちのカメラだから。いや、そうなの、これ見ちゃった。そうなんだ。美味しいです。美味しいです。じゃあ、エビイカ。え、何言ってんの。エビイカ行こう。エビイカ、オッケー。この鳥さんはキングね。黒、うん、鳥。本当にすごい、これエビ、イカ、エビとイカだね、本当に、うん、一緒に食べるの。一緒に食べてみない。教えて、一緒に食べないなら。一緒に食べないって。わさびをつけて、うん、ちょっと炙られてますね、うん、美味しい。うん、だからな、うん、わさび持ってきすぎなんだって、うん、わさびがすごく美味しい。わさびも美味しい。これじゃんけんしよう。これ、うん、じゃんけん1個しかないから、うん、いいよ。え、筋肉でどうにかするのなし。どんなじゃんけんよ。スピード勝負なしだよ。ちゃんと出してよ。普通のじゃんけんね。普通のじゃんけんだよ。勝った方が食べれる。最初はグー、じゃんけんぽい。なんだよ。あ、やばい。ゲットしました。やったー。あ、待って、これ全部一個ずつじゃない？違う。あら、じゃあ毎回じゃんけんになる？違うよ。多分ね。何食べたい？レンコン。私もレンコン食べたい。え、なんで？私これ食べたいんじゃないの？レンコン食べたい。これ食べたいでしょ？レンコン。これなんだろうな。ネギじゃない？これ。キス食べたい。え、じゃあ、いいよ。じゃあ、それを譲るからレンコン食べたい。譲ってよ。1個ぐらい譲って。で、食べていいよ、うん、自分これ食べるから。うん、レンコン食べていい。違う、キス。レンコンも食べたいんだよ。レンコンはじゃあ戦おう、もう一回。あ、すごいボリューム。え、これ本当にこのままつけんの。うん、こうやって。うん、言ってたよ、そうやって。入んの。入んの。見て。入んないよ。だから言ったじゃん。入んないよ。入れるの、力ずくで、うん。うん、サクサク音、すごい。うん、サクサク、うん、でもこれ、なんか、うん、唐辛子って聞いたんだけど、ピーマン、うん、ピーマンみたい、味。辛くないってこと。あ、全然辛くない。うわ、美味しい。ピーマンみたいな味。ピーマンなんじゃない。え、ピーマンでこんな細長いピーマンいる。見たことないんだけど。そうでしょ。え、それキスだった本当に。うん、うん、分かんないでしょ。キスだよ。いや、本当に、うん、本当にそうだった。まさみちゃん下バカじゃないもんね。うん、
下はバカじゃないもんね、下は、うん、下も下はバカじゃないもんね。美味しい、サクサク、うん、ほんと、うん、めっちゃ美味しい。本当にサクサク。天ぷらする？うん、しないよ。するわけないじゃん。今揚げ物するようになったでした。言ってなかった？たまにね。あ、何揚げんの？去年埼玉引っ越してから2回だけやった。うん、何を作ったの？唐揚げ。下味ちゃんとつけて自分で？下味とかわかんないけど、なんか唐揚げの粉。唐揚げの粉みたいなやつ。うん、つけて食べるやつ。すごいじゃん。でしょ？うん。あと何やったん？もう一回。あと。あ、天ぷらやった。天ぷらやったけど、うん、なんか大葉、うん、大葉とかなんか青じそ、しそ、あ、なんかその、うん、薄いやつを やったんよ。こうやってこうやってやってペッて、ね、そうピッって言って、うん、もうなんか生でも食べれるぐらいのやつ、うんうんうん、だからなんかあれが天ぷらだったかは分からん。天ぷら粉つけたんでしょ。でもこんなん天ぷら粉みたいなやつつけた、うん、みたいなやつ、そう溶かして、うん、水に、うん、だから揚げ物はできるよ、うん、もうすごいじゃん。そう、成長してるでしょ、うん、でもなんかこんなにサクサクには作れないかも。やね。まあ無理だよな、自分の腕じゃ。 OK です。サメちゃんが唐揚げが上手なところまで撮ってほしかった。そんなところあった？まだ待ってる。私はキングのブロッコリーの茹で方まで撮ってほしかった。ブロッコリーの茹で、ブロッコリーどうやって茹でます？ねえ、言わないで、言わないで。え、違うじゃん。それはさ、若気の至りじゃん。最近でしょ。最近じゃない。最近はちゃんと切って茹でるもん。じゃあ今までどうやって茹でたの？あの、この芯を食べてた。すごくないですか？あの、お鍋にブロッコリーそのままこうやって立てて茹でてたんですよ。だから上の方茹でてないんだよね。蒸されてる感じでしょ。でもさ、上は別にさ、火通るじゃん。通ってないようなもんじゃん。芯が通ればいいじゃん、別に。使ってたの、その上の。使うわけないじゃん。だってブロッコリーいっぱいになるぐらいの鍋でやってんだから。おかしいな。食べるのあそこじゃん、上じゃん。だって別にさ、教えてくんないじゃん、料理って、誰も。教えてくんない。でしょ？あのさ、寮生活だったから、うん、もうちっちゃい頃から。そうだよね、神村でね。だからさ、お母さんの手伝いとかしてたのもさ、うん、ちょこっとだったんよ。うん、ブロッコリーに入れたかとかしないよ。うん、知らんやん、うん、知らんけど、知らんけどな。初めて教えてくれたのがサメちゃんだったの。あ、そのブロッコリーの茹で方を。これ茹でるんじゃないよって、切って茹でんだよって。硬いやん。ごめん、遅かった、教えた。生野菜って硬いやん、うん、茹でたいじゃん、うん、じゃあ、あのおにぎりの握り方も初めて教えたの自分だった、ね、あれは違う。いや、うん、そう、まあそうね。っていうか、まあ別に握れてたし。ちょ、握れてないの。だいたい手についてたのよ、ほぼ手についてた。米はね、ほぼ手についてたよ、キングの握り方は、ね、やめて、それはさ、ほら食事中にさ言うことじゃないからって。でなんかおにぎりをね、手で握った後、なんかこうやってすごいカス出てこないって話をしたんですよ、キングが。え、ちょっと待ってってなって、みんなでおにぎり手で握ったことあります？でもおにぎりは手で多分握った方が美味しいって聞くじゃないですか。そう、だから手で握ってみたんですよ、ね、それはほぼ米が手についてた。そうそう、練り消しみたいに出てくるって話をされて、え、ちょっと待ってみたいな、水はっていう話になって、で手で握るときは水をつけるんだよってで教えてもらった34歳でした、うん、34歳の冬ぐらい。そう、それまではほぼお米は手についてたんだよね。もったいない。え、でもほぼラップでやるからそんなことはなかったけど、なんかたまにやっぱおにぎりを手で握った方が美味しいかなって思ったら、うん、握るじゃん、うん、したらまあ半分ぐらい手につくでしょうね。ベタベタでしょうね、うん、だから上手にやれないなと思ってたよ、うん、そう、料理うまいんですよ、すごく上手なんですよ。なんか作るもん作るもん美味しくて、教えてね、うん、キングの胃袋は掴んだ完全にね、うん、それは間違いないと思う、うん、サメちゃんって本当そういう、あ、なんつうんだろう、あ、まあいい女だよね。まあね。誰、私の。本当に私の誰。料理超うまいですよ。だからサビちゃんって言ったらもう何でも出てきて、マジで胃袋つかまれましたっていう選手何人もいると思います、チームに。何人もいるよね。行きましょう。お願いします。
るかな。タタタタタンタンタンタタタタン。サッカーを始めたきっかけは、キングの知ってるよ。え、自分もサムちゃんの知ってるよ。お兄ちゃんがやってたから。お兄ちゃんがやってたから。です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 。はい、じゃあ次行きましょう。はい。よし、何が出るかな、何が出るかな、押すと思って目を覚めて出てた、はい、でも押してよ、もう一回食べて何が出るかな最近涙を流したのはいつ？いつ？最近、うん、最近涙流してないんだよな。去年はキングの涙見たよ。去年はめっちゃ泣きました。はい、去年は結構泣いたんだけど、最近はねまだ涙流してないですね。ちゃんちゃんある？この前練習試合したじゃん。うん、したね。あのエンジン、試合前のエンジンでルカがもう出てたからさ、うん、イノがさ副キャプテンでさ、うん、キャプテンの代わりに、そうキャプテンの代わりにエンジンで行くぞってやった時にイノ成長したと思って涙でそうなっちゃった練習試合で。親やん親かだってさ、確かにね、そうちっちゃい頃からちっちゃい頃からしてるからね、こんなちっちゃかったイノが今やWeリーグのチームでああやってさ一人でうるうるしそうなってた。ああ、それはまあ泣ける話ね。うんうん、確かに。でも本当に泣いたのはあの、うん、本電話です。あの君の膵臓を食べたい。君の膵臓食べたい、怖い話かな。ホラーじゃないのよ、ホラーじゃないのよ、じゃ映画化させたやつ。タイトルはホラーじゃん。怖っ。え、知ってますよね、君膵。 あ、そうなの。うん。え、わかんない、全然わかんない。嘘、うん、あれ誰がやってたんでしたっけ。あ、北村匠海。そう、泣けたの。あれの小説を読んで、マジ、おえつ。え、文でさ、おやつできんの？え、もう、うみたいな、一人で。気持ち悪いですね。一人で、おやつですって。それで泣いたんだ。うん、それが一番泣いた。あ、そうなんだ。すごいね。だって本めっちゃ読んでるもんね。うん。何かにつけて読んでるもんね。もう好きあらば。読んでるね。しか意味わかんない本読んでる、ね。超意味わかんない本読んでる。意味わかんなくないのよ。え、嘘。全然意味わかんない。そっか、去年は泣いたんだけどな。去年何で泣いたの？去年、キャプテンが大変で知ってる。サムちゃんの前で何回も泣きました去年。いや、でもキングキャプテンでよかったよ、本当に。いや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 、合ってるもん、ベントスのカラーに。あー、チームの、うん、まあ、だからベントスだったからできたのもあるけどね、逆に。あ、キャプテンを、うんうん、それはあると思う。まあ、あとみんなの支えもあったし、うん、なんか、あ、まあ、一応言ったけどサミちゃんの支えもあったし。それ一番でしょ。一応ね、最近は楽しくやってます。最近も楽しくやってます。え、初キャプテンってこと？あれ、え、そう、人生でマジで初キャプテン。うん、やってそうなのにね。あ、じゃんけんで負けてやったことある、一試合だけ。わかる。だけど本当にやったことなかった、初キャプテン。ガチでやったの。高校とかやってそうなのに。キャプテンキャラじゃないし。うちの年代がさ、キャプテンキャラいないよね。いない、全然。だいたい1個上とかさ、うん、上の人かさ、ちょっともう下になるかさ、うんうん、その人がキャプテン任命されるかさ。確かに、勝手に自然とさ、そう、取ってこなかったもんね、みんな、うん、キャラ的にもね。だからなすりつけ合いだもんね。なすりつけ合い、うちの代が上になっちゃうとね。そう、売られたんですよ、キャプテン、マジで。え、私も売られたよ。売られました。そもそもキャプテンやるんだった。ベントスにね、みんな来る時にさ、ノリさんとさ、契約の話とかする時にさ、うん、もうみんな言ってたでしょ。なんか、私も言ったよ。キングが、なんかキャプテンやりたいって言ってました、うん、みたいな。いや、自分はサメちゃんがキャプテンやりたいって言ってた。水尾もさ、それ誰か言って。みんなが言うからさ、すぐ嘘ってバレるんだよね。全員ね、なすり付き合いしてました。しかも、うん、早い段階で。早い段階でね。最低だね。最低だよ、けど最高だね。最高。うちの代最高。最高。本当に最高。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。どうでしたか？はい。私、あの、キスの天ぷらが、もうすっごく美味しかったです。ありがとうございます。はい、もうお刺身もお酒とあって、すっごい美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。そしてなんと今回は特別にキャンペーンも行っていただけるということで。はい、この動画が投稿されてから、2週間
この動画を見たよっていうお客様に生ビール、アサヒビールの生ビールを一杯サービスさせていただきます。それは嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。アルディージャの試合の後もぜひ皆さんいらしてください。大将もぜひ私たちの試合を見にいらしてください。待ってます、はい、今後もオフトークでは大宮の素敵な飲食店さんをどんどん紹介していきます。お楽しみに。